キプロス航空284便爆破事故は、ギリシアのアテネから、キプロスのニコシアに向かっていた、キプロス航空284便が爆破された、航空テロ事件である。なお、事件の死亡者は特定されなかった。1967年10月11日の夜、英国欧州航空284便は、デハビランドコメット4バイトで運航されており、 イギリスヒースロー空港から操縦乗員3名、客室乗務員4名、乗客38名が搭乗して離陸した。翌日12日午前1時11分にギリシアのアテネ空港に着陸し、ここで客室乗務員が交代し、乗客6名が後期し、新たに乗客27名が搭乗した。ここで便名がキプロス航空284便となった。 午前2時30分に乗員7名乗客59名を乗せて出発し午前2時41分に離陸した。284便は航空時 R29 バイトを高度2万9000フィートを巡航していた。午前2時58分には北に向かう BEA の同僚のコメット機が284便の8000フィートを通過し、互いに確認したが、 これが284便が目撃された最後の姿となった。それから20分して284便から意味不明の混乱した通信を航空管制が受信した後に失踪した。そのため、キプロスにあるイギリス軍基地から捜索機が出発したが、3時間後にギリシアロドス島の東南東約 150km 離れた北緯35度55分。 統計30度01分の地中海に墜落し、ジェット燃料の油膜や浮遊していた航空機の残骸や遺体を発見した。乗員乗客66名全員が死亡した。後に犠牲者59名の遺体が回収された。機体の残骸は水深1600メートルの海底に沈んでおり、多くの機体は回収できなかったが、浮遊物から事件の背景が判明した。 コメット連続墜落事故のように機体の欠陥が原因ではなく人為的に引き起こされた犯罪と判明した。事故機の浮遊物は大きく二つの海域に分かれて回収された。北側から回収された機体は前方の構造物で燃料にまみれていなかったのに対し南側から回収されたのは油にまみれた主翼付近の構造物であった。 また回収された遺体には急減圧の痕跡がなく、中には外見上ほとんど無傷なものまであった。そのため284便は、巡航高度で空中分解したのではなく、おそらく急降下中の1万5000フィートで、主翼前縁部付近で、前後2つに空中分解し、最後の更新からおよそ7分後の午前3時25分、ごろに海面に激突したと推測された。 284便事故は、回収された座席クッションに爆発による損傷があった。上に、回収された一人の遺体から爆発を前から、まともに受けた損傷を確認できたため、客室の座席の元に仕掛けられた、高性能爆弾が爆発によるものと断定された。爆発物は、遺体が回収されなかった、乗客7名が座っていたであろう、座席下に仕掛けられていたと推測された。 そのため、燃料タンクがない 4A もしくは 5A のファーストクラスの座席の下で爆発したと推測された。なお、284便がしばらく飛行を続けられたのは、爆発が外壁まで損傷を与えるものではなかったため、余圧が破られず空中分解まで引き起こさなかったからである。しかし、操縦系統に大きな損傷を与えていたため、 操縦不能になり急降下をはじめ、空気の密度が高くなった1万5000フィートで、ついに損傷を受けていた、機体構造物が耐えられなくなり、機体が2つに分離したと推測された。同期は、被疑者を特定することができなかったため不明である。ただし有力な説としてキプロス陸軍司令官が、登場を予定しており、その暗殺を狙ったテロと推定する説があった。 司令官本人は直前に搭乗を取りやめており、そのため一般乗客のみが巻き込まれるという悲惨な事件となったとみられている。また、乗客2名が異常に高額な生命保険に加入しており、そのうち1名は出発直前に加入していたため、保険金詐欺の疑いもあったが、ついに真相は明らかにならなかった。ありがとうございます。